一緒に戦うことができて光栄でした。話を聞く限り地表は怖そう。転送装置を一つ修理してももう二つがダメになる。少なくとも ショーン。ああ、こんにちは父さん。教えてほしい。誰かに自分のものを盗まれたとしたらどういった対応をするのか。含みのある質問だな。何を盗まれたというんだ。インスティチュートの所有物が奪われることは滅多にない。そのような事態が起こったのなら穏便に済ませるというわけにはいかない。レールロードと名乗る集団がこの数ヶ月の間に行方がわからなくなっていたインスティチュートの人造人間数体を入手している。彼らは間違いなくこの人造人間たちの解放を目論んでいる。人造人間に感覚が備わっていると思い込んでいるのだ。あなたはレールロードとは付き合いがあったな。つまり彼らの誤解に基づいた心情については理解しているだろう。何があった？彼らは何をしたんだ？自分たちのものではないテクノロジーを占有してる。普段の彼らは大した害でもないが、近頃は以前より大胆さを増している。そろそろこちらも対応せざるを得ないところまで来てしまったようだ。この人造人間たちの現在位置はすでに把握している。そしてレールロードが彼らを隠すより先に彼らを取り戻さねばならない。人造人間たちの居場所は？旧バンカーヒル記念塔にある小さな居留地だ。だがこの件は早急に取り掛かることが重要だ。彼らの居場所を探知したことをレールロードに気づかれる前に BOS に人造人間の存在を嗅ぎつけられることも望ましくない。そうなれば事態がややこしくなるだけだ。一人でやるのか、それとも援護があるのか？バンカーヒルの外でコーサーが一人待っているはずだ。必要があれば援護を受けられるはずだが、この件はなるべく大ごとにしたくはない。ワシントン DC のダウンタウンにあるモニュメントに比べたら、ここのはずっと、ここは身を潜めるのにぴったりの。お待ちしていました。それでこちらの状況は？説明は受けていると思いますが、標的は中にいます。レールロードに保護されている人造人間4体です。状況は悪化している様子です。密かに近づくことはおそらく無理でしょう。中に入り人造人間を確保したら、私は彼らと一緒にインスティチュートに戻ります。よろしいですか？任務の目的が変わりました。避難しろ。
探したぞ。金なら持っています。見逃してくれたら差し上げます。もう少し具体的に言ってくれ。あ、金です。ほら、キャップが60個、それが全財産です。いいやつでしょ。まだ持ってるだろ。え、いや、言ったでしょ、あれで全部です。 F633 リセットを開始する。認証コードデルタ62アーグス。分かったよ、人造人間。お願いです。なぜ帰りたくないんだ。自分の人生が欲しかったのかも。 Z322 リセットを開始する。認証コードガンマ49タイフーン。そこの人造人間。お願い、やめて、やめて。なぜそんなに怯えてる。帰りたくない、お願いだから帰らせないで。 B257 リセットを開始する。認証コードシータ93ストレイタス。動くな。お願いです、やめてください。インスティチュートの何がそんなに悪いんだ。ただもう耐えられなくて。 Y915 リセットを開始する。認証コードベータ77テンペスト。バンカー切りは俺たちのものだ。 X4 任務を続行せねばなりません。私は人生で一度もインスティチュートの外に出たことがない。彼らにここに連れてこられた日からただの一度もだ。出る理由がなかった。だが今これでずっと前から分かっていたことが事実だと確かに言える。連邦は死んだのだ。ここに未来はない。人類の唯一の希望は地下にある。じゃあどうしてここへ出てきた。物事を総合的に判断するためだ。ここに立っているとこの荒れ地で命を拾ったことがどれだけの幸運だったのかを気づかされる。そちらから見ればボルトから誘拐されたのかもしれないが、実際にはインスティチュートは私を救ったのだ。実際には私たち二人をな。でもなぜ俺を再冷凍した。もちろん安全装置としてだ。私は候補者として完璧だった。 DNA に欠損のない赤ん坊。しかしもし何かがうまくいかなかったり
もし私が死んだりしたら、インスティチュートは緊急時対応策を準備するのが賢明だと気づいた。戦前の DNA の供給源をもう一つ、できれば第一の被験者の近親者が望ましい。私の親がその役目を果たすべきだというのは実に理にかなっている。だからあなたはボルトの中で安全な状態で生かされていたのだ。正直言ってあなたをボルト111から出したとき、あなたが外でこんな場所で生き延びられるとは思っていなかった。生き延びるだけではなく、どうにか私を見つけ出しインスティチュート本体に潜入するとは並大抵のことではない。こんなに時が経ってからなぜ今外に出した？それは説明が難しい。もちろんあなたを再冷凍する必要はもうなかった。さらにその何が起こるかを見てみたかったのかもしれない。ある種の実験だ。こっちはあなたがどんな男性か見当もつかなかったのだ。連邦は他の全てと同じようにあなたを汚染するのだろうか。そもそもあなたは生き延びられるのだろうか。おそらく一番知りたかったことは、あなたがこれだけの時を経てもなお自分を探そうとするかどうかだった。答えはもう知っているが。ショーン、分かってくれ。俺は今もお前を愛してる。本当だと分かっている。いや、驚くべきことだが、バンカーヒルで成功を収めればもっと素晴らしいものがやってくるだろう。人造人間たちは無事に戻り転用される予定だ。ご苦労だった。あまり危険を冒さずに済んだことを願おう。人造人間が転用される？どういう意味だ？プログラムの欠陥を修正するため改良が加えられ、インスティチュート内で新たな職務を与えられる。これが初めてでも最後でもない。もちろんレールロードは引き続き悩みの種ではあるが、必要に応じて対処はしていくつもりだ。あなたに関しては彼らの言う通り試験は合格だ。よくやってくれた。私からの感謝の気持ちとしてこれを受け取ってほしい。実際のところは我々の感謝の気持ちだ。インスティチュートの将来により深く関わってもらう時が来た。中で会おう。理事会が会議を開いているが同席してもらいたい。待っているぞ。もう十分見た。そろそろ中へ戻ろう。